はですねまあ、罰であっても感染根幹であっても流れとしてはもう基本的にこうなっていくと思いますね診断があって異常痛があって感染状況があってずっと形成があって根幹重点そして最近は修復まで行っていってコロナリーケージを防いで成功に至るんだというお話があると思うんですけども今日はですねまずイニシャルトリートメントで時間の許す限りですねこの中のお話を進めていきたいと思っています。 今のこう別に並べ方をいくとこの順番になるんですけどもこの大前提になるところがですね感染制御っていうのあるというのはあのここ数年エンドの講演会いろんなところであの広がれるようになって一般化してきてると思いますこれ10年ぐらい前まではいわゆる抜粋器具とかですねえ材料の講演会が割と多かったんですけどもこういうベーシックなところの話はなかったんですけども最近はこういうところが多くてまあここに目をつけてえお話していただける先生も多いと思います。 私自身はこれ今日は少しこの中も詳しくお話しするんですけど私自身の考え方としてはこの感染制御っていうのは基本的な考え方モグラたたきだというふうにお話しします、えー、と見えてる感染あるいは気づいた感染は全部絶対叩くですね撲滅するあこっち遠いからもういいかとかねこっちはもう出てくるけどもう仕方ないかとかそこで見逃してしまうとやっぱり感染になってしまいますのでそこを見逃さないようにするということが大切だというふうに思ってます でそのベーシックになるのは少し後とでお話しますけども架橋先生ね橋らの論文1965年っていうのは皆さんあのエンドの講演会聞かれたらあると思うんですけども架橋先生自身はシアトルかな西海岸にご存命の日系2世の先生ですけども日本語しゃべれないって言ってましたね英語しかしゃべれないって言ってますけど架橋先生らの論文がベースになって今のエンドは進んできてるなと。 でこの順番でずっといろいろとあの実際研修医とかですね、説明することもあるんですけどもその中でですね、根幹形成のところを例えばとってみますとこれ根幹形成1 1 2ミリ1 0 m m ぐらいの根幹なんですけどもそれをいっぺんに形成するってやっぱり難しいですので第9子であればですね根幹は3つに分けて根幹3分の K って呼んでるんですけども3つに分けて形成したらいいですよってお話をしていることが多いんですけどもそこから考えてですね抜群の要点っていうのをこうダラダラだと並べるだけじゃなくてやっぱり順序をつけて考えるのが必要ではないかなというのを今年の6月の歯科保存学会のですねシンポジウムの前に思いついて考えていました。 でシンポジウムでしたので大学の先生が実は多かったですので研修医とかですね、えー、学生を指導していてですねこんなケースに遭遇しませんかというところに着目しました根幹が見つからないっていう、まあ、よくありますね若い先生と見てて、えー、そういう時にですね